せーの、どうもこんにちは。今日は8月28日の金曜日です。今日の北海道のお薬島はこんな感じです。なんか今週ものすごい暑くないですか？今日札幌の最高気温が33度で東京が35度らしいんですけど、あとお薬島は今日は29度ぐらいかな。僕月曜日ぐらいに熱中症になって、もうしばらくね体調崩してずっと死んでたんですけど、皆さん大丈夫ですか？多分北海道の人ね、これは相当きついと思うんですけど、すごい暑い。なんかさ、北海道お盆明けたら涼しくなるっていう話はよく聞いてたんですけど、多分それはもう昔の話になってしまったのかなっていう感じで、なんだろう、北海道らしくない湿度がすごい高い、もわもわした感じがすごいあるんですけど、いやとにかくね今週は体調崩してましたね。札幌よりもはるかに涼しい奥尻島で熱中症になったからさ、もう本州には帰れない体になってると思うんですけど、やばいね、本当に自分は暑いの苦手なんだなって思いました。思いましたっていうか、毎年1回ぐらい熱中症になってるような気がするんですけど、本当気をつけないとね。まあ皆さん熱中症には気をつけましょうということで、なんか今天気予報見てたら9月の4日ぐらいに最高気温が30度ぐらいの予報が出てたんですけど、すごいなんか北海道らしくないというか、多分昔の北海道はこんな感じじゃなかったと思うんですけど、お盆明けたら涼しくなる神話が崩壊してるかもしんない。まあとりあえずその今週も来週もすごい暑いと思うので、皆さん熱中症に気をつけて頑張っていきましょうっていうことだけ伝えたくて今日動画を回してるんですけど、本当に久しぶりのリアルタイムの動画というか、今日撮って今日投稿する動画を久しぶりに撮ってるかな。北海道の人本当ね、暑さ耐性ないと思うから、本当僕も人のこと言えないけど、本当これはきついね。暑いのダメだね。